ジョシュア・スティーブン・アウトマンは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。左投げ左打。現在は FA。2005年の MLB ドラフト従順目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月10日に契約。契約後、参加の A-9 バタビア・マックドックスでプロデビュー。11試合に登板して2勝1敗。 防御率2.7631奪三振の成績を残した。2006年は A 級レイクウッドブルークローズでプレイし、27試合に先発登板して14勝6敗、防御率2.95161奪三振の成績を残した。2007年はまず A 級クリアウォータースレッシャーズで20試合に登板して10勝4敗、 防御率2.4554奪三振の成績を残した。7月に A q レディングフィリーズへ昇格。7試合に先発登板して2勝3敗。防御率4.5023奪三振の成績を残した。2008年は A q レディングでプレーし、33試合に登板して5勝4敗1セーブ。防御率3.2066奪三振の成績を残した。 2008年7月17日に、ジョー・ブラントンとのトレードで、エイドリアンカーでなす、マシュー・スペンサーと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。参加の AA 級、ミッドランド・ロックハウンズでプレーした後、9月2日に、メジャー初昇格を果たし、同日のカンザス・シティ・ロイヤルズ戦で、メジャーデビュー。3点ビハインドの6回裏から登板し、2回を投げに、 アンダム失点に脱三振に抑えた。この年は6試合に登板して1勝2敗、防御率4.56、脱三振の成績を残した。アスレチックス時代2009年2月21日に、アスレチックスと1年契約に合意。6月24日に、左肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月28日に60日間の故障者リストへ移動。 6月30日にトミー・ジョン手術を行い、シーズンを終えた。この年は14試合に登板して4勝1敗、防御率3.4853奪三振の成績を残した。2010年3月8日にアスレチックスと1年契約に合意。4月8日に前年の手術の影響で60日間の故障者リスト入りし、シーズンを全休した。 オフの11月5日にリストから外れた。アスレチックス時代2011年2月27日にアスレチックスと1年契約に合意。3月20日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。5月23日にメジャー昇格。7月3日にトリプル A 級サクラメントへ降格したが、8月26日にメジャーへ最初を格した。 この年は13試合に登板して3勝5敗、防御率3.7035脱三振の成績を残した。2012年1月16日に、セス・スミスとのトレードでギジェル・モモスコーソと共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。3月3日にロッキーズと1年契約に合意した。4月4日に、借金の張りを訴え、15日間の故障者リスト入りしたため、 開幕ロースターから外れた。5月11日に復帰した。7月4日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格。9月10日に最小を獲した。この年は27試合に登板して1勝3敗。防御率8.1940奪三振の成績を残した。コロラドロッキーズ時代2013年1月16日にロッキーズと67万5000ドルの1年契約に、 合意。3月24日に、トリプル A 級コロラドスプリングスへ移動した。4月19日に、メジャー昇格。6月8日に、トリプル A 級コロラドスプリングスへ降格したが、6月11日に、エジマー・エスカローナの故障者リスト入りに伴い、メジャーへ最昇をした。この年は、自己最多の61試合に登板し、3勝0敗。 防御率4.3353奪三振の成績を残した。2013年12月18日にドリュースタップスとのトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。2014年1月14日にインディアンスと125万ドルの1年契約に合意した。6月18日にディーフとなり、25日にマイナー合格となった。 2014年8月28日に後日発表選手とのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した9試合に登板して防御率0.00と高騰していたが9月22日に戦力外となったオフの10月30日に FA となった2015年1月7日にアトランタブレーブスと92万5000ドルで来高の1年契約を結んだ しかし肩の故障で開幕から故障者リスト入りし、7月から参加のマイナーでリハビリ登板を始めるが、8月4日に自由契約となった。2016年4月7日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約。2016年7月9日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んで10試合に登板したが、8月18日に 自由契約となった。2016年12月31日に、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2017年5月3日にナショナルズを解雇となった。2017年6月2日にメキシカンリーグのモンクローバス・スティーラーズと契約。2017年6月24日にトレードで、プエブラ・パロッツに移籍。2017年11月11日にトレードで、 アグアス・カリエンテス・レールロード面移席。2018年開幕前に、レールロード面を解雇となった。2018年6月1日にアトランティックリーグのニューブリテン・ビーズと契約。2018年8月16日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツ移席。シーズン 5FA となった。2019年は5月15日にメキシカンリーグのカンペチェ・パイレーツと契約。 7月16日に解雇となった。5つの球種で投球を固めており、最も頼っているのが93から96マイルのフォーシームファストボールで、他には90から95マイルのツーシームファストボール、80から83マイルのスライダー、78から83のチェンジアップ、70程度のカーブがある。球種の一つであるチェンジアップは、 基本左打者には投げることはなく、基本右打者に投げる。また、左打者にはスライダーがかなり多用されるが、対して、右打者には2ストライクのカウントまで投げることはない。自身の経歴で一番三振率が高いのは、スライダーである。ありがとうございます。